ンタラ、また来たのか。今回は別に尋ねたいことがあって来ました。その首飾りについて教えてくれませんか。前にも言ったじゃろ、これは皇帝家に仕えている頃にもらったものじゃ。一体誰からもらったんですか。なぜそんな質問をするのじゃ。私たちは今火曜でノーランガルスのご子息アロードについての情報を集めています。その過程でアロードがかつてその首飾りを身につけていたことを知ったのです。首飾りなんぞいくらでも種類があろう。アロードさんの似顔絵に描かれていた首飾りがまさにそれと同じだったんです。おじいさん、教えてください。子供たちの命がかかっているんです。わかった。わしはアロード・ノーランガルスの孫じゃ。孫？ではやはりその首飾りは。そうじゃ、この首飾りはカヨーデ様からアロード、アロードからわしの父へ渡り、そして父からわしへと渡った。すでに知っておるとは思うが、わしの祖父は跡目争いに負けて城を追放された。その後祖父と父は皇帝家の人間であることを隠し、この地で暮らし、この地で死んだと聞く。ただ祖父は早死にだったらしく、父は祖父の顔を知らんそうじゃがな。わしは父の言いつけ通りに皇帝家の血が流れていることを隠し、ひっそりと暮らしてきた。そうだったんですね。では聞かせてもらおうか。なぜアロードに関することを調べておるのかを。信じられないかもしれませんが、火曜でノーラン・ガルスが生き返りました。彼女はアロードを教育し、次期皇帝に育て上げようとしています。しかしアロードが見つからないため、代わりに子供たちを各地で誘拐しているようなんです。火曜でから子供たちを取り戻すにはアロード本人を見つけるしかない。そこで彼を探すことになったんです。やっぱり信じられませんよね。しかしキリト、火曜でには何と伝えるのですか。アロードがすでに死んだという話で納得するでしょうか。納得してもらうしかないさ。問題は子供たちをどうやって助けるかだな。こいつを使え。それがあれば火曜で様もお主らの話を信じるじゃろう。僕たちに首飾りを貸してくださるのですか。お主らの話は荒唐無稽じゃが、火曜で様が教育熱心だという話はこの地に伝わっている。その点においてはお主らの話は正しいのかもしれん。おじいさん、お借りします。ありがとうございます。So we got a pendant. No. So we need to go back there again. Oh my god. You know, this is like I told you for the last video. You know, I was going back and forth, back and forth. Alright then. Let's cut it to there. So actually, I kinda got a bit confused there because, you know, we already inside the castle, so I think we can go straight from in front of the castle, but instead we need to going back to here. I don't think, do I need to fight them? Yeah, for the XP, why not?
there will be no action. We only go to the. Hold on. I think there might be a chest or something around here, right? There's one. Oh, I forgot my other abilities. Yes. So I rarely use that ability because after you using that ability, I cannot do like connect skill. So that's actually the ultimate skill. It is the ultimate skill. So I tend to like using the horizontal and vertical because I can combo it. And I rarely using the purple strike because the purple strike is for guard break. It's only for that. Alright. We got a bit XP along the way. Good. I don't know, I feel like I think after this I'm going to fight Kayade? I kinda forgot. Kayade? What is Kayade? If I'm correct, I kinda forgot. So when I'm not Kayode. So when I don't have confidence in my Warawa no Arodo wa doko da? Memory. アロードは死んだ。貴様、この後に及んでわらわを愚弄する気か？悪いが事実なんだ。そんなことはあってはならぬ。アロードこそがわらわの生きがいなのだ。一体なぜわらわが知らぬところでアロードが死ぬと？聞いてくれ、カヨーデ。あんたは大きな勘違いをしている。あんたもアロードも大昔に一度死んでいるんだ。しかしあんただけが蘇ってアロードは黙れ。アロードだけでなくわらわさえもすでに死んだと。ではわらわの記憶に残るアロードの声は仕草は何なのだ。こんなにも鮮明に残るあの子の記憶は一体何なのだ。それはザッパス、ザッパス。なぜ誰も答えない。全員死んでいるんだ。この城にあんたが知っている人間は一人も残っていない。これがその証拠だ。アロードの遺品の首飾りだよ。なぜお前がそれを。それはわらわがあの子に渡したものだ。彼の孫である人から預かったんだ。孫。わらわの小さなアロードがこうなしたと。ああ、そしてアロードはもうこの世にはいない。
そうだった。あの女。あの女がわらわのアロードを奪ったのだ。憎い。たかだか平民の女が皇帝の嫡子であるアロードをたぶらかし、わらわから奪うなど許せるはずもない。そうだ。すべて思い出した。わらわのアロードは確かにもうこの世にいない。だが決してあの女と共に死んだわけではない。あの子はこの城で息を引き取ったのだ。この城で息を引き取った？あの記録と話が違います。記録ではアロードは跡目争いに負け追放されたと。そうだ。それにあのおじいさんだってそう言っていた。事実ばかりが歴史に残る。そのように考えているのか。事実は歴史のように美しくはあらぬものだ。でもアロードは一度城を出たんだろう。どうして戻ってきたんだ。確かに、わらわのアロードは争い事が嫌いだった。だから自らこの城を出て行ってしまった。自分から跡目争いを放棄したっていうのか。そしてどこの馬の骨とも知らぬ若い女と共に、あの子は平民の真似事をして暮らし、婚姻して子をなした。許せなかった。わらわが次期皇帝として認めるのはあの子だけだというのに。ゆえにわらわはあの子を見つけ出し、城に連れ戻し、もう一度教育を施したのだ。教育？すべてはあの子のためだった。あの子に正しい道を歩んでもらうために。そしてもうどこにも逃がさないために、地下牢に閉じ込め、毎日毎日教育を施した。それでも監視を解き伏せ逃げようとしたあの子から、わらわは爵位を奪った。そして貴族採血権の行使を可能とした。自分の子供に貴族採血権を。そんな。教育は完璧なはずだった。あの子はもう逃げる気力も何もかも失い、完全にわらわのものになった。再び帰ってきた。ではなぜアロードは死んだんだ。ある日、従順になったあの子を褒めてやるつもりで、わらわは久しぶりに城の屋上へ連れて行ってやったのだ。だがあの子は屋上から落下し、命を落としてしまった。あともう少しで教育は完了するところだったのに、なぜあんなことに。受け入れられるはずがなかった。教育？やはりあなたのしていることは虐待ではないか。子供を死なせたなんて。小娘、子を持たぬ貴様に何がわかる。わらわは子供たちを城に集めた。あの子と同じ髪や目、同じ口元を持つ子供たちを、今度こそは失敗しないために、次の正しき皇帝となる嫡子を作り出すために、もう二度とわらわの元から離れない子を作るために。なのに、どんなに子供たちを教育しても、わらわの魂は空虚になっていく。どの子もあの子のように笑わない。あの子のように笑わを母とは呼ばない。焼きごてを背に押し付けようと鞭で何度打とうと同じことだった。空虚な笑わを満たせる子は現れなかった。だから笑は教育に失敗した子供たちを親の元に返した。そうですね、アリス。この北帝国に伝わる伝承、魔女と聖なる皇帝の物語、かようで皇帝、
あなたは子供をさらった魔女であり、そして聖なる皇帝であるのでしょう。つまりは壮大な自作自演だったわけね。そしてザッパスにも偽りの記録を取らせた。すべては過去に起こった大量誘拐事件を隠蔽するために。何がおかしい？魔女とはよく言ったものだな、小賢しき平民どもめ。生き死になどもはや問題ではない。わらわの身がよみがえりの泥人形であろうと何の関係がある？貴様らが北帝国皇帝に働いた不敬の数々、許すわけにはいかぬぞ。不敬と来たか。どうやら解き伏せるのは難しいようですね。死なぬ身であるならばちょうどいい。わらわはこれからも探し続けよう。アロードの代わりとなる子供を。今度こそ完璧な子供を探し、次期皇帝にふさわしきアロードを再生してみせる。その前にお前にはなすべきことがある。なんだ？またお前か。わらわに子供たちを集めようと語りかけてきた天界の使者。まさかこの者の指示で。第4代皇帝カヨーデ・ノーラン・ガルス、お前が蘇り権限したのは生への執着。常にその執着を強く保たねば、その泥の体は崩れゆく。なんだと？カヨーデの体が。なぜだ。わらわはまだ死ぬわけにはいかぬ。アロードに、アロードに会うために。アロードは死んだ。受け入れたはずだろ。アロード、わらわのアロード、あの子が死ぬはずがない。あの子なしでは、わらわは生きている意味がない。一体何が起こっているんだ。蘇った体が崩壊しかけるなんて。原因は推測しかねます。ただ一つだけ分かることがあるとすれば、彼女が自らの存在意義を失ってしまったことでしょうか。存在意義。お前のアロードの存在を否定したのは誰だ。ならば目の前の反逆者たちを手にかけてみせよ。さすればその体は再び生きたものとしてこの世に権限することだろう。そう、わらわのアロードを消し去ったのはお前たち。わらわではなくお前たちがアロードを殺した。わらわは皇帝カヨーデ・ノーラン・ガルス。アロードなき世界と我が存在を受け入れることはできない。すべてが失われたというのならば、すべてを再びこの手に取り戻せばよいだけのこと。I know if we have to fight her. 価値なき者どもよ。おいし。わらわの邪魔はさせん。Whip. 貴様らを葬り、再びアロードをわらわの手に。Alright. 日本人どもめ。It's not that hard though. See? Warawa は死ぬわけにはいかぬのだ。アロード、アロード、いつまで過去に縛られる気だ。アロードはもうこの世界にはいない。わらわのせいでお前が命を落としたなど信じられぬ。わらわの教育を苦に命を落としたなど。自分を責めている。
だからこそ受け入れられないのか。謀反人が、余計な口を叩くな。これを受け取ってくれ。あの子の首飾り。ああ、お母様。その声はアロード。僕が命を落としたのはあなたのせいではありません。何、わらわを憎んでいないというのか。もちろん、初めのうちは厳しい教育に根を上げそうになりました。しかし僕には分かってもいました。お母様の過剰なほどの教育が僕を守るためのものでもあると。それはお母様にとって僕が一番大切な息子であったから。そうですね。他にどんな理由がある。だから僕は必死に答えようとしました。そこにお母様の愛を感じたからこそ、最後までお母様を信じ皇帝になるべく努力を重ねたのです。なぜ今になってそのようなことを。なぜ生きているうちに伝えてくれなかったのだ。ではなぜわらわの元を離れあの女のところへ向かった。好意に勝る価値があの女にあったというのか。なぜわらわを見捨てたのだ、アロード。見捨てたわけではありません。ただお母様から一番目をかけられている僕は兄弟からそねまれていた。だからこそ僕は耐えきれず争いから逃れてしまったのです。でも僕は期待していました。お母様ならいつか必ず僕を取り戻しに来てくれると。そしてあなたは期待通りにしてくれた。僕は地下牢に閉じ込められてあなたに爵位を奪われた時、とても幸せでした。その行為にお母様からの至上の愛を感じたのです。なんだか。ええ、この親にしてこの子という感じね。やや理解に苦しみますが。ならばなぜ飛び降りた。あれは事故などではなかったはずだ。僕はお母様にとっていつも一番の息子でいたかった。お母様が僕を失えばその順位は永遠に揺らがぬものとなる。なんだと。お母様、僕が望んだのは平民ごときと築く温かい家庭やましてや好意などではありませんでした。ただ一つ、あなたからの揺るぎない愛だったのです。そしてそれは十分に与えられました。アロード、アロード。なんだか不思議な愛情表現だな。こういう親子関係もあるのかな。アロードはわらわを憎んでいなかったというのか。どうやらそうみたいだな。随分と屈折した愛を向け合う親子だったみたいだけど。どうする、まだ俺たちと戦うか。遠慮しておこう。わざわざお前に手を下されなくとも、わらわはいずれ
展開に召されるであろうからな。そうか。あんたに聞きたいことがある。皇帝に対し相変わらず不敬なことよ。一体なんだ。子供たちは一体どこにいる。これが地下牢の鍵だ。そしてそなたら自身で地下牢は見つけよ。わかったよ。待て。そなた、天界にて再び会うことがあれば、わらわの側近として迎えてやらんでもない。我が息子の声を届けるとは大した手柄ぞ。褒めて使わそう。ああ、それはどうも。ではさらばだ。みんな急ごう。そうですね。リネルとフィゼルが心配です。デュソルバート殿がおそらく探してくださってるとはいえ。キリト君、今のペンダントを通じてアロードが一時的に生き返った。いや、ペンダントはメインビジュアライザーにあるただのオブジェクトに過ぎないはずだし。そんなことは。オブジェクト、メインビジュアライザー、魂の器。あ、そういえばリアルワールドで比嘉さんに聞いたことがあるんだけど、このアンダーワールドでは人の魂であるフラクトライトとオブジェクト、物体のデータ形式は同じだって。もしかしたらだけど、ペンダントという物体にアロードの魂が残っていたのかも。だからペンダントから聞こえた声だけのアロードも生きているように感じたんじゃ。まるで魂があるみたいに。なるほど。仮に誰かが自分の意思や記憶を物体に焼き付けたとしたら、たとえフラクトライトが消滅した後も魂は物体に宿ったままこの世界に残り続けるのかも。多分そうじゃないかな。この世界にある物体は時にフラクトライトと同じ役割を果たすんじゃないかな。ああ、アロードのペンダントは長い間彼のフラクトライトでもあったんだ。つまりどういうこと。アロードの魂は彼の死後もペン、首飾りに宿り続けていたんだよ。そしてカヨーデと出会ったことで首飾りに宿る魂が再びこの世界で目覚めたんだ。なんだか不思議な現象だけど、わかる気がするよ。青バラの剣と一つになった時、僕は剣という物体でありながら人間の僕でもあって、何とも言えない感覚だったんだ。物体に宿る魂ですか。それが可能ならひょっとしてジャイアント族やカヨーデも。彼らが命を落とした場所には彼らが生前大切にしていたものも残ったはずだ。それは装飾品や愛犬、あるいは地面に染み込んだ血液かもしれない。何にせよ死後も魂は物質に宿り、その場に残り続けていたのなら、何らかの術式で肉体を与えて死者を蘇らせられる可能性は大いにある。それがカラントによって魔獣や死者が蘇った理屈というわけですね。とはいえ推測できるのはこの辺までだな。今子供たちを助けることに専念しよう。そうですね。とはいえさらわれた子供たちがこの場にいるものだけとは限りません。ああ、力を探しに行こう。